で、ちょっと質問があるんですけども、夢洲の気温測定を先週18日にしたところですね、場所によっては40度を超えるところがあったと。で、天王寺周辺の気温に比べて、まあ、1日しか測ってないんで N1 で確定的なことでは言えないんですが、だいたい2度から6度ぐらい夢洲の方が高い傾向があったと。で、夢洲の中でも温度分布があるということなんですが、これ熱中症対策、万博来場者の熱中症対策にするにはですね、夢洲現地での温度測定データの収集が不可欠だと思うんですが、これはすでにやられてるんでしょうか、これから、進められるんでしょうか。その横田さんの天王寺と夢洲の温度測定が誰がどのようにやったかまでは把握はしてないですけれども、それ公式な試験機関がやったってことですか。いや、僕が温度計持って測ったんですけど横田さん調べ、ええ、横田さん調べを前提に答える中もなかなかあれですけれども、まあ、基本的に万博会場において、例えば今の最新の技術として、道路通路について、この温度がたまりにくいような、そういった加熱しにくいような、そういった新しい素材もありますから、まあ、そういったものを活用して地面を作っていこうというようなところもあります。それから静けさの森も当然作る、そして、まあ、当然リングもあって、そういう施設があるということですから、当然そこではまあ、夏場については冷房ということにも、施設内はそういうことにもなります。また大阪ガスパビリオンなんかは、その新しい放射冷却の最新技術を使って、そもそも温度を下げるような仕組みを取り入れたりもしています。いろんな、それから会場内ではその水を給水スポット、そういったものを設置をすると、暑い日は水を自由に飲んでもらえるように、そういったものを設置する。またミストなんかもいろんなところで設置をする予定にしています。なので、その暑さ対策、熱中症対策というのはしっかりと当然取っていくということになります。そして万博会場内に3つの診療所、お医者さんがいる3つの診療所と、5つの応急手当所、合計8つの医療従事者が対応できる、そういったポイントも設置をいたします。しっかりと熱中症対策は取っていきたいというふうに思います。すでにデータは、気温の夢洲の温度データというのは測定されているんでしょうか。そのデータはご覧になってないんでしょうか。今夢洲工事中ですから、今夢洲だけのこの気温というのは僕は承知していません。で、あと今名前が出た大阪ガスとですね、大林組が AI を使った気象予測をしていると、これは大阪スーパーシティ構想の中に含まれているんですが、で、予測をしたからには当然実測値と付き合わせて比較して、その予測精度を検証していると思うんですが、大阪ガス大林組の共同プロジェクト、 AI 予測と連携して情報共有して、それを熱中症対策に生かすということは進められてるんでしょうか、進める予定はあるんでしょうか。大阪ガスのその研究についてはちょっと詳細把握はしていませんけれども、熱中症対策として万博協会として取り入るところ、これはしっかりと当然取っていくということになります。で、それは当然内部でも検討しているということになります。現時点では大阪ガス大林組の取り組み、 AI 予測と、まあ、情報共有連携はしてないんでしょうか。それは大阪ガスに取材していただけたらと思います。僕はちょっと今承知してないなって言って先ほど申し上げたんですか。協会副会長として熱中症対策の一つとして、せっかくそういう先進的な AI を使った取り組みがあるんで、それのから情報収集して生かすということは考えてないでしょうか。AI 予測等で生かせるところはどんどん生かしていけたらいいと思います。ただ横田さんの質問の前提として、それが熱中症とつながるかどうかっていうのは分からない前提で、まあ、横田さん絶対つながるっていう前提でお聞きだと思うんですけども、あまりその横田さんの質問の前提を事実として上で答えるのはちょっと難しいところもあるので、承知してない以上ね。なので AI とかさまざまな最新技術をうまく使った対策というのは取っていったらいいというふうには思います、一般論として。ただその大阪ガスのところまではちょっとすみません承知はしないです。すでに発表されている、公開されている、報道もされている取り組みの中に大林組と大阪ガスのプロジェクトがあって、それの目的は今働いている人たちの熱中症対策
も狙いの一つだということなんで、当然翌年の本番の熱中症対策にも使える内容だというのはオープンになっている情報から分かったも、あの知り得たもんですから、当然副会長の吉村さんもそういう情報を掴まれているのかなと思ったんですが、あのいろんな企業がいろんなあのその挑戦というかあのことをやっているということは、もうどんどんいろんなところでやってもらいたいと思います。幅はめちゃくちゃ広いです。で、横田さんがピックアップされたそこの研究についても、これはあの万博で活用できるものであれば、本当に活用で熱中症対策で活用できるものであればどんどん活用していったらいいというふうに思います。あの全ての事実をあの完璧にあの、横田さんそこピックアップされたと思うんですけども、この4にある全ての事実を完全に頭に入っているわけではないですけれども、ただ熱中症対策を取ることは大切だということで、熱中症対策はきちんと取るべきということは、これはもう実務方も含めて指示をしていますので、先ほど申し上げたような熱中症対策、さまざまな熱中症対策というのは実施をしているあのところです。その、あの大阪ガスの研究も使えるのであれば使ったらいいというふうに思います。最後にあの子ども専用列車の話を先週されましたが、あのバスの泊まる駐車場から会場まで距離があるということで、まあ、熱中症対策上はあの子ども専用列車に限ってですね、子どもたちの来場を想定するのが理想だと思うんですけど、そういう想定をされてるんでしょうか。 両方併用するというお考えなんでしょうか。ごめんなさい、ちょっと質問の意味が分かりにくかったですけど、どういう意味ですか。あの先週子ども専用列車を走らせるということを発表になりましたので、それの狙いはあのバスで行くと駐車場から会場まで結構距離があるということからすれば、あの子どもたちが万博に行く場合は列車のみに限るということを目標にされているのか、それはちょっと厳しいで両方併用するという前提なのか、あの知事のお考えというか方針を確認したいんですが、あの子ども専用列車については、これはあの低学年の子どもも含めて、これは中学生も含めてですけれども、あの他の大人たちとその混在しないと、そのための専用の列車ということで、その駅前まで行けると、夢島駅まで行けるという意味では非常にあの有効なあの移動の手段だと思います。これは例えばあの一つ言われたのが、その子どもたちがなかなかこの混雑しているラッシュの時間帯にどうやって電車に乗るのは、特に小さなあの学生とか難しいんじゃないか、あるいはその引率ってなかなか簡単じゃないよねっていう、その実務的な課題をあのに対してあのそういったことを今検討している、非常に有効な手段だと思います。でバスも当然あの必要です。ですので、バスもある意味その学校からその現地まで行くわけですから、非常に有効な手段、むしろどちらかというとバスはバスの台数をどこまで確保できるかという論点です。今延べ3000台だったのを1000台を増やして延べ4000台まで確保できるようにもなりました。だからできるだけバスを確保できるようにしていきたいというのがあの基本的な考え方で、さらにそのバスで行った時に、あの観光バスの駐車場から実際にゲートの入場まで約800メートルぐらいある、800メートル歩くのは大変じゃないかっていう意見があります。でもこれは意見として考えた時に、例えば小学生低学年じゃないような子どもたちが800メートル歩くのが本当にこれはあの危険と言えるのか、中学生もそうですし遠足で歩くわけですから、そういったところについて例えば小学生、幼稚園から上がったばっかりの小学生1年生とかであればあのまだ分かるかなと思うんですけれども、僕らも皆さんもあの僕もそうですけど、子ども育ててたら、子どもも走り回るわけですから、そういった意味ではその800メートルの距離を歩くっていうことはそれがおかしいっていうのであれば、そもそもちょっと遠足って難しいんじゃないかとは思います。ただ僕が思うのは、例えば本当に幼稚園が上がったばっかりの小学校1年生だとか、あるいはその支援学校に通っている障害をお持ちの方が万博行きたいという方は、ちょっとやっぱりそれは距離あるなと、だから属性によって違うんじゃないかなと思ってますので、そういったやっぱりちょっと守るべき属性の人を何とか対応できないかというふうには思っています。なので小中高全員何か800メートル歩くのはおかしいと僕は思っていません。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。ございませんようですので、それでは、記者会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。マイクの方を幹事社の方にお返しさせていただきます。